こちらはアーノルド。今日もまた彼の生活費は1週間で5ドルだ。なあアーノルド、ちゃんと仕事を探せって。そんなに怪しい話に耳を貸すのは良くないぜ。新製品のブリトー味の歯磨き粉すげえなおい。うわ、食べるんじゃない、このバカ。歯磨き粉にはフッ化物が入ってるんだ。たった 0.01 オンス食べただけでも体内のフッ化物レベルが増えちまうことだってあるんだぜ。こんな食事を1ヶ月も続けていたらフッ素症になっちまうぜ。口の中はまるでアートギャラリーみたいになっちまう。一本一本妙な模様とか色に変わっちまうんだぜ。あ、なるほど、こうしよう。この実験を収益化するんだ。いいだろ。まあ問題はヤジウマだけじゃなくて歯医者の連中が興味を示してるんだ。こんな実験するのはお前さんだけだからな。あのな、ファストフードと歯磨き粉を一緒に食っちまうと太る確率が数倍に膨れ上がっちまう。口の中の細菌をぶっ殺す抗菌剤が胃の中のマイクロバイオームってやつまで破壊してしまうのさ。こうなるとお前さんの体はまるで風船みたいに膨らむことになる。いいニュースと悪いニュースだ。いいニュースはあの怪しい男が逮捕された。今頃刑務所の中だ。悪いニュースはお前さんの体はとんでもなくヤバいってことだ。症状は歯磨き粉中毒だ。いいか、歯磨き粉を食って死ぬかもしれないなんて考えもしなかっただろう。説明するからよく聞けよ。これからリハビリするんだ。歯磨き粉の中にはなトリクロ酸っていうのが入ってるものもあって、こいつは一本で神経を破壊しまって手足がしびれて寒気だってしてくるんだぜ。けど神経が筋肉をコントロールできないから走ることも歩くこともできなくなっちまう、な、いいか、歯磨き粉はやめるんだ。よし、いい治療法がある。体のリセットをするのさ。そうすればまたお前さん新品みたいに元気になる。よう、アーノルド、どうやらすっきりしたみたいだな。そうでもないか。まあこれからは歯磨き粉をゴキブリ並みに怖がることになるだろう。